親分、このままにしておくわけにはいかないって。せっかく真剣虫相撲大器用の名を轟かせたってのに、あのガキの思い通りにさせていいのか。そうだ、あのガキ絶対にイカサバしてるぜ。親分を罠にはめたんだ。だがどいつもこいつも何慌ててやがる。この間の戦いは俺様が油断しただけだ。あのガキあんまり今パッとしなかったからよ。あれは無効だ、無効。あんなガキのイカサバなんかほっといて、計画通り新たき極意堂々虫相撲大試合を開催すんぞ。ほんで俺様が長年鍛えてきた赤目に一生出場させるんだ。そうなりゃ観客たちは俺様に盛大な歓声を送る。赤目に一緒の圧倒的な力を持ってすれば、あのガキ足をガクガク震わせながらビビるにちげえねえ。どんなイカ様もできねえさ。つまりあいつに勝つなんざ俺様にとって楽勝ってことだ。親分さすが。しかし忍の姉子はいつ帰ってくるんだ。新たき極意堂々虫相撲大試合を開催するにしても、どこから手をつけたらいいのか。新たき極上正々豪古大祭典の経験から考えると、まずは天領奉行に報告して開催許可をもらって、あと会場の使用証明も必要になるんだよな。いずれにせよどれも経費がかかる。極意大試合を豪古大祭典より盛り上げるには、せめて参拝の村は用意しないと。待て、天領奉行の名前を聞いたら頭が痛くなってきた。経費は1日働いて3日休むのをやめりゃいい。ここは一踏ん張りして2日働いてから4日休もう。そうすりゃ俺たち全員合わせて4日も多く働けて4倍のもらが稼げる。これなら十分足りるはずだ。さすが親分。じゃああとは参加する選手のことだけ考えればいいな。選手はそう強くなくても親分の手助けができて相手の雑魚さえ倒せれば十分だろう。そうだ、あのガキ5人の虫相撲名人を引き連れて公正に勝負するとか言ってたよな。けど新滝派の中じゃ虫相撲に精通してるのって親分しかいないぞ。そいつらが順番に親分一人に挑んできたら、さすがの親分もしんどいんじゃないか。おいおめえら、まだ始まってもねえのに何尻込みしてんだ。新滝派の闘志を見せてみろ。そんな小さな問題俺様が何とかしてやる。そうだな、昔の虫相撲仲間たちに相談してみるか、それともあの長野花花火屋に参加してもらうように話をつけるか。いやダメだ、そんなことしたら俺様がガキに負けたってのがすぐ花見坂中に知れ渡る。そんな恥ずかしめは受けたくねえ。よっ牛使い野郎、何やってんだ。おお、びっくりしたじゃねえか。いつからそこにいたんだ。何言ってんだよ、オイラたちずっとここに立ってたんだぞ。旅人と冒険者協会へ行こうと思ったら、遠くからお前たちが騒いでるのが見えてな。しかもわけのわからないことばっか言ってたけど。おい、大が抜けてんぞ。一文字違うだけで凄みが大きく変わってくんだろ。ダチコ、おめえも虫相撲をもっとやればきっとこれの熱い魂を理解できるはずだ。つまり虫相撲で負けたからどうやっておめえを返上するか考えてたんだろ。そいつは違う、あんなのはズルだ、ズル。そうそう、あの花角玉将とかいうガキは親分が他の仲間と腕を磨き合って疲れ始めたところに急に現れて勝負を挑んできたんだ。で無駄に大きな鬼カブトムシを使ってバシバシーっと親分の虫をひっくり返しやがった。それから親分に虫相撲の強者がいる本当の世界を見せてやるとか言ってた。おい守る、
俺様が負けたところは詳しく説明しなくていい。話を戻すぜ。ダシコは何をやらせても才能があるらしいじゃねえか。新しい技なんかもすぐに覚えて、しかもそれが大半のやつより強いときた。何を言おうとしてるのかもう分かったぞ、牛使い野郎。代わりにその花門玉将ってやつを倒して仇を取ってくれって言うんだろ。しかもただ働きで。ただ働き？そのともちびすけ、俺様がそんなちんかな野郎に見えるか。もしダチ公が助けてくれたら、2ヶ月分の昼飯として毎日店の看板ラーメンをいっぱいおごってやる。どうだ？毎日いっぱい？それなら考えなくもないけど。これは親分がある勝利と引き換えに手にしたもんなんだ。この前真剣虫相撲大器王を自称してる仲間がいてな、親分はそれを耳にして納得がいかずにそいつに挑んだ。親分が勝ったらその称号を渡してもらうっていう約束をしてな。丸一日続いた92回の苦しい戦いを経て、ついに親分を信用した。だがそいつは自分のとこのラーメン屋の看板ラーメン毎日一杯無料券と引き換えに、2ヶ月後に称号を返すように親分にお願いしてきた。そいつんとこのラーメンがどんなもんかは知らないが、2ヶ月分なら十分魅力的な提案だろ。それに親分の腕の上達速度からして、その2ヶ月できっともっとかっこいい称号が手に入る。この条件はこっちからしてもおいしい。ただそのラーメン屋がどこにあるのか聞き忘れちまったけど。そこまでだ。家庭なんざどうだっていい。とにかくラーメンはダチコとチビスケにやる。ちょっと待て、オイラたちまだ考えてる途中だぞ。もう玉将には挑戦状を出した。あいつも助っ人を呼んで俺ら新竹屋の挑戦に応じるそうだ。場所についてはもう選んである。そこでダチコ、まずは伝領奉行で複雑な手続きを済ませてくんねえか。善は急げだダチコ。それにちびすけ、早速出発すんぞ。話がそこまで進んでるならさすがに断りにくいな。牛使い野郎もかなり張り切ってるし、ついていってやるか。虫相撲のことを勉強して代わりに相手に勝てばいいんだろ。これくらい簡単そうだしな。お？お前、牛使い野郎の子供っぽいオーラにでも当てられたのか？悪くねえ。守とアキラが用意した物資も揃ってる。早速会場を作ろうぜ。立派な土俵じゃねえか。悪くねえ。ダチコ、まさかこんなとこでも才能を見せてくれるとはな。これに俺様の素晴らしい宣伝が回されば最高の雰囲気を演出できる。旅人の腕はさすがだな。親分の画力もすげえぜ。でもここって稲妻城から離れすぎじゃないか。本当に見に来るやつなんているのかよ。問題ない問題ない。俺様の知名度をもってすればきっと大勢の人が来るに決まってんだろ。姿の彩り祭の時にはここで剣術の試合が行われたって聞いたぜ。もちろん虫相撲の決闘にももってこいの場所だ。
さて、次はお前らに俺様が鍛えた天下無敵の鬼カブトムシ赤べに一生を見せてやる。おお、本当に赤色の鬼カブトムシだ。かっこいいぞ。牛使い野郎、案外頑張ってたんだな。どこでこいつを見つけたんだ？もっと近くで見てもいいか？へっ、好きに見てくれていいぜ。満足するまでな。ただし、俺様が赤べに一生どうやって育てたのか、その秘密はそう簡単には教えられねえ。あれ？なんか嗅いだことある香りがするな。バルベリーのジャムか？気のせいだろ。きっと腹を空かしてるからじゃねえか。そういえば親分、威嚇塗装の保護膜をまだ塗ってないんじゃないか。雨が降ったら9000モラで買った輸入品のジャムが無駄になっちまう。心配いらねえって。あらたき極意堂々虫相撲大試合はまだ始まってねえし、赤べに一緒に最後の保護膜を塗るまで時間は十分にある。お前らはまずチラシを準備して客がしっかり入るよう呼び込みをしてこい。俺様はダチ公とチビスケが慣れるまでここで指導してる。そんで一緒に飯を食って祝おうじゃねえか。はあ、こんなに働くなんて俺様って大変だな。はあ、へえ、お前ら結構気合入ってるんだな。出た、花門玉将。そんなバカな、どうしてここが分かったんだ。真剣虫相撲大器を忘れたのかい。虫相撲の強者たちは惹かれ合うんだ。前回もそうだっただろ。まさか俺たちとどう戦えばいいか分からず慌てて準備してたなんてことないよな。何バカなこと言ってんだ。俺様は鬼カブトムシと心を通わせてないときは強者の気配を隠してんだよ。ただ単にお前の洞察力を下に見てただけだ。あ、こいつが牛使い野郎を任したやつだな。見た目は普通の子供だけど、なんか言葉遣いが独特だな。この感じ牛使い野郎の天敵っぽいぞ。花門玉将、ここまで来れたのは褒めてやる。この真剣虫相撲大器用も本気を出す甲斐がありそうだ。だがすぐに後悔することになんぜ。おめえらの無謀な行動は自ら頭を差し出して殴ってみろと言ってるみてえなもんだからな。ほう、かなり自信があるみたいだ。どうやらお前も最強の切り札を手にしたみたいだな。初っ端から任してもつまらないし、まずは部下が相手しよう。はっ、幸運で俺たちを試すってか。それじゃあ俺様は空飛ぶチビ、おっと待てよ。空飛ぶチビスケは荒滝派を代表して戦うんだ。気合であいつに負けちゃいけねえな。称号もかっこよくしてやんねえと。よし、空を駆ける白鉄チビスケ、お前があいつを懲らしめてやれ。え、なんでオイラが。親分、もうこいつらと対決するのか。まだ試合の宣伝もできてないし、親分の親友とそのチビスケも虫相撲の実戦をやったことないだろ。ち、そうだった。だが売られた喧嘩だ。俺様がひるむわけにもいかねえ。宣伝なんざ後だ。虫相撲のコツは俺様が横から空飛ぶチビスケ、いや空をかける白鉄チビスケに直接指導してやる。実戦も勉強のうちだ。負けても気にすんな。ひどいぞ。まだ始まってもないのにオイラが負ける前提で話すなんて。
白鉄ジビスケ、あらたけあの気合を見せてやれ。それにお前に先陣を任せたのは俺様が考えに考えた戦略だ。この戦略のひらめきは忍が話してくれた B 上の物語を参考にしてる。我が陣営の最弱を敵方の最強と戦わせよ。我が陣営の中堅を敵方の最弱と戦わせよ。我が陣営の最強を敵方の中堅と戦わせよ。さすれば3戦のうち2勝が確約されるだろう。お前には確かに才能がある。だが実戦の経験は少ない。俺たち虫相撲の強者の中ではただのヘナチョコだ。そんなヘナチョコを先に行かせて、あっちの名人が活躍する場を一人分削れるならこっちのもんだ。でもそれだとお前が後であいつらの親分の花門玉将と勝負することになるよな。つまりお前がこっちの最弱ってことにならないか。ちょっと待て、そうなるのか。うるせえ。俺様の戦略がさっきの物語と全く同じだなんて言ってねえだろ。わかったわかった、行けばいいんだろ。オイラだって舐められたくないしな。よく見てろよ、オイラがヘナチョコなんかじゃないってところ見せてやる。なんとも平凡な相手だ。戦わせる鬼カブトムシもただ派手というだけ。浅はかだね。外見なんて所詮は無意味なものなのに。鬼カブトムシで一番大事なのはその能力であり、雷の力と共鳴することだ。故に虫相撲の人生を歩む上で大事なのは鬼カブトムシを選び抜く目、それに尽きる。どんな理屈だよ。一番大事なのは実戦で活躍できるかだろ。虫相撲の腕を磨くことに力を入れるべきじゃないのか。そうだ、ちびすけの言う通りだ。実戦で活躍できなきゃ能力もへったくれもねえだろ。いいか白鉄ちびすけ、相手の鬼カブトムシの動きを観察するんだ。そしてこっちの鬼カブトムシに攻撃を回避させて、相手の隙をついて一気に攻撃を仕掛けろ。攻撃の範囲内に入ったら赤べに一生は相手に強力な一撃を与える。つまり相手が攻撃してきたら鬼カブトムシを退かせて、相手が隙を見せたら鬼カブトムシを前進させる。相手の不意を打つってことだな。なんだ簡単そうじゃんか。よしやってみるぜ。旅人も今のを聞いたらできると思うぞ。つけ焼き場で虫相撲の技を覚えるなんて人をバカにするにも程があるよ。無駄話はここまでにしよう。君たちの鬼カブトムシを出すといい。この僕が見極めてあげるよ。最高！
おお、すげえぜ。才能あんじゃねえか、白鉄ジビスケ。これで所詮は相手の負けだ。ご褒美に後で卵焼きをおごってやる。花門玉将、僕が新米に負けるなんて君に合わせる顔がないよ。平気さ、気にしないでいい。相手の助っ人はただ者じゃないようだ。俺たちも他の武将を出陣させないとな。真剣虫相撲大起王、まさかこんな短時間で頼もしい投資を見つけ出し本陣を守るとは思わなかった。これから毎日こちらは一名の武将をお前たちの本陣に送る。最後まで持ちこたえてくれよ。でないとお前ら荒滝派は虫相撲界の笑い者になるんだからな。おいおい、行っちまったぞ。まさかビビったのか。いきなり現れたかと思ったら急に消えやがって、しかも大口まで叩いていきやがった。まったく腹立たしいやつだぜ。あいつらの話だと花門玉将は何人かの部下と戦わせるつもりみたいだな。つまりまた対決しなきゃいけないってことか。そういうこった。どうやら極意堂々虫相撲大試合をアルタキアで最も盛大な祭典にするには時間が足りないようだ。まあ雰囲気を盛り上げることより今の俺様にとってはこれからの対決の方が大事だがな。さっきは空を駆ける白鉄ちびすけが強敵を打ち破り一気に名を上げた。俺様も熱い闘志が燃えたぎってきたぜ。まだ虫相撲の駆け出しだった頃に初めて花見坂の強者に挑んだ時のことを思い出しまった。まさか牛使い野郎も虫相撲を覚えたばかりの頃にベテランに勝った輝かしい過去があるのか。当時親分はボロクソに負けてたな。でも敗れたからこそ白鉄ちびすけ様の虫相撲をする勇士に感動してるんだろ。そこはどうだっていいんだよ。真剣虫相撲大起用、空をかける白鉄ちびすけ、そして起用の右腕旅人、俺たち3人で力を合わせて花形玉将とその手下ともぶっ倒してやろうぜ。それぞれの相手と戦う前にまず先に戦略を話し合うんだ。俺たちの白星が相手より多くなればなるほど花門玉将も自ら出陣しねえとならなくなるからな。なんだか本題に入るのが早いな。でもさっきの戦いはなかなか良かったな。牛使い野郎を手伝って相手に勝てば2ヶ月もラーメンが食えるぞ。ここは気を引き締めて牛使い野郎を手伝ってやろうぜ。そう来なくちゃな。俺様の指揮に従って全力で戦えば必ずやあの花門玉将を打ちのめすことができんぜ。あれたきは対決しに来たよ。なんだ花門玉将のやつ、また子供と戦わせるつもりか。人手不足だからって適当にごまかしたりしてねえよな。あんたはどうでもいい。キャッキャと騒ぐやつは大体雑魚だから。この金髪のお姉ちゃんからは強者の風格がにじみ出てる。彼女こそがあんたたち荒滝派の親分でしょ。ニヒヒ、お前見る目あるな。もっとこいつを褒めてやれ。ああ？何バカなこと言ってやがる。俺様のダチコは確かに強えが、今回は荒滝屋の助っ人だ。荒滝屋の名が示してるように親分はいつだってこの荒滝一途様だぜ。そうだな、荒滝派の実力はひとまず置いとくとして、親分って一体どんな気分なんだ。
オイラも気になってきたぞ。もしオイラたちの願いを聞き入れてくれたら、オイラも新滝かっこ3日限定パイモンとか、新滝派パイモンかっこ臨時親分とか名乗れるな。おいおいおい、おめえら相手に振り回されんだ。こいつは明らかに仲間割れさせようとしてるだろ。これはこいつの罠だ。俺様がお前の親分に勝ったら、今の言葉を後悔して慌てて取り消すことになるだろうぜ。諦めなさい。あんたたち荒滝派の事情なんて私の知ったことじゃないから。私はただ強い相手と勝負したいだけなの。お姉ちゃんの虫相撲の腕、私に見せてちょうだい。そうだ、ダチコ。俺様と白鉄ちびすけが教えたコツを思い出せ。隙を見てこいつを打ち負かしてやれ。寝言は夢の中で言いなさい。逃げる機会なんて与えないよ。こだわりがない、優雅ではない、素晴らしくない、不思議でもない、何もかもが釣り合わない。何ブツブツ言ってんだ。打ち負かされた仲間たちのことか。君たちの虫相撲の戦い方のことだ。ああ、フライムに体当たりされて頭でも打ったのか。俺様は芸を見せに来たわけじゃない。俺様のこだわりは熱血、力、そして圧倒的な勢いだ。お前に見せてやろうか。嫌なことを思い出してしまった。君のような騒がしい奴とは対戦なんかできない。うん、こちらの金髪の女の人は手軽そうだ。決めた、彼女に挑むとしよう。ダチコ、聞いたか？お前のことが手軽そうだってよ。こいつの相手をしてやれ。こいつらどういうつもりなんだ。相手の情報を一切集めてないし、次から次へと勝ちを譲ってくれるような相手を送るなんて。花角玉将のチームってなんかバラバラだな。戦略面ではオイラたち3人に遠く及ばないみたいだぜ。鬼カブトムシ同士の決闘は鑑賞性と芸術性を兼ね備える必要がある。君たちには理解できないようだけど。一番重要だと思うぞ。ただ鑑賞するためってだけじゃ演劇になっちゃうじゃんか。ああ、その通りだ。白鉄ちびすけもよく分かってんじゃねえか。ダチコ、おめえがこいつに教えてやれ。かける白鉄ちびすけよ、電気少子の仇を取らせてもらおう。さあ、鬼カブトムシを出すがよい。
お前を任した後、このわしが荒滝派を全員一人ずつ打ち倒してやるわい。うわぁ、今回は大人だけど、なんか今までの子供よりずっと興奮してるな。白鉄ジミスケ、相手はお前をご指名だ。気合で負けんじゃねえぞ。赤目に一生連れて盛大に任してやれ。逆に重くなる。うちの赤目に署には到底及ばないはずだ。お前たちの弱々しい鬼カブトムシではわしに勝つどころか、それをもらってもカゴの無駄遣いになるだけだろうな。よし、この俺様が直々に相手してやる。背が高い。しかも鬼族だ。こんな強面のやつが虫相撲みたいな子供の遊びをするなんておかしいぞ。なんだと、まさか虫相撲見くびってんのか。いい度胸じゃねえか。虫相撲の生きってもんがわからねえ奴は、虫相撲をこよなく愛する俺様が改心させてやらねえとな。さあ来い、懲らしめてやる。そうだそうだ、このままじゃ済まさないぞ。任せたからな、牛使いやろ。仕方ない。来い、ビビるもんか。虫相撲を見くびるんじゃないぞ、なんちゃらかんちゃらっしゃ。おいらだって今はちゃんと虫相撲の楽しさが分かってるからな。楽しいだけじゃねえ、虫相撲にはみんなが強くなりたいっつう願いが込められてる。そして奮闘する精神もな。これが分からないやつには虫相撲をやる資格なんてねえ。チッ、この俺が言い合いで負けるなんて。でも口先だけじゃ俺には勝てないぞ。
ないか、大したもんだ。まさか荒滝派が虫相撲の強者をこんなにも破るとは。お前らも虫相撲に独特の理解を持ってるようだ。これまでの偏見を撤回しよう。これからは尊敬を払うべき相手と認めて全力で戦ってやる。牛使い野郎、親分のお前の出番だぞ。前にオイラが言ったことは気にしなくていいからな。当然だ。最後の対決もこの俺様が勝たせてもらうぜ。お前が手下でもどう指導したかは知らねえが、もう結果は分かりきってる。そう、この俺様が率いる荒滝屋の方が上だってことはな。覚悟しやがれ、花角玉将。間違いない。あまたの試練を乗り越え、お前たちの赤紅一所も強くなった。少なくともその勢いは電気少子を破った時をはるかに超えてる。なかなかいい目してんじゃねえか。まあ最大の功労者は指揮を取ったこの俺様だけどね。お前の虫相撲の技を必ず見切ってやる。試合の勝敗なんてもはやどうでもいい。気が済むまで戦おうじゃないか。めったにお目にかかれない気の合う相手だ。たった数分で終わらせるなんて惜しいだろ。へっ、どんどん来やがれ。だが俺様の虫相撲の技を見切るだと、寝言を言ったんじゃねえぞ。俺様の腕の方が上だと認めりゃ何回だって付き合ってやんぜ。うーん、う
使い野郎と花門玉将のやつずっと盛り上がってるな。満足するまで虫相撲はやらせておこうぜ。そうかい。虫相撲の戦い方は違えど、お前がオニカブトムシに注いだ熱い気持ちに俺は強く共感した。いつの日かお前は虫相撲界の傑物になるだろう。お前も悪くねえぜ。1141回の勝負の中、570回も俺様にギリギリ勝つなんてな。俺様と100回以上戦い続けた相手の中ではお前は一番根性を持ってやがる。見直した。571回だ。俺の方が多く勝ってる。場所が不利なことを考えると俺の方が上のはずだ。ほん？なんだ？負け惜しみか？俺様はしっかり覚えてるぜ。守るだって証明できるだろ。守る。おやぶん、俺はもうダメだ。ちょっと寝かせてくれ。うわぁ、まさか今までずっとここで虫相撲をやってたのか。しかも休まずに。よし、俺様が特別に一回勝たせてやってもいいぜ。どうせすぐ取り返せるからね。もし不服ってんなら、次の勝負はお前の本陣に行ってやる。場所なんざ関係なく、重要なのは虫相撲をする奴の腕だってことを証明してやんぜ。望むところだ。ついてこい。あ、ダチコーニ、空飛ぶチビスケ、やっと来てくれたか。なんでまた空飛ぶチビスケに戻ってんだ。虫相撲を手伝ってないときはカッコ悪いあだ名しか思い出せないのかよ。それは一旦置いとけ。約束した2ヶ月分のラーメン無料券だ。持ってけ。ラーメン無料券？あ、そうだ、ラーメン。ひひ、そう来なくっちゃ。分かってんじゃんかよ。いやいや、今回はあくまで新たき極意堂々虫相撲大試合の予行演習だ。だって観客もいないし、これじゃ寂しすぎんだろ。幸い花形玉将はそのおごりを捨てて、俺様こそが得がたい虫相撲の強者だと認めてくれた。だが俺たちの戦いはまだ終わっちゃいない。これから俺様は短期で花形玉将の本陣に乗り込み、奴が納得するまで叩きのめしてやるつもりだ。その時はきっと花形玉将も俺様の指揮に従って新たき極意堂々虫相撲大試合を盛り上げてくれるはずだぜ。今回はあんがとな。俺様からの朗報を待っててくれ。ひひ、牛使い野郎も思う存分楽しめたし、オイラたちも2ヶ月分のラーメンをゲットできた。めでたしだな。親分、親分、忍の姉子からの手紙だ。見てくれ。って、あれ？親分はどこ行ったんだ？さっきまでここで虫相撲をやってたのに。え？なんかあったのか？牛使い野郎なら、さっき花門玉将と一緒に行っちゃったぞ。技を磨き合うとかなんとか。いや、大したことじゃないんだが、ちょっと予想外のことがあってな。詳しくはこの手紙を読んでみてくれ。
え、つまり花門玉将って荒滝派の協力者なのか。けど花門玉将は口の利き方があんなだから牛使い野郎も敵だと思っちゃったのか。忍の予想通り、牛使い野郎は確かに虫相撲に夢中になってるけど、結局オイラたちに荒滝極意堂々虫相撲大試合のことで手を焼かせたから。こうして見るとラーメンの無料券は忍にあげるべきだな。忍が戻ってきたら一緒に食いに行こうぜ。あれ、待った。そういえばこの無料券がどこのラーメン屋で使えるか牛使い野郎に教えてもらってないぞ。まさか自分で探さなきゃいけないのか。